マイクロソフト社の共同創始者であるビル・ゲイツ氏は来年には、新型コロナウイルス感染症パンデミックは収束するだろうと推測した。ゲイツ氏は21日ツイッターを通じて生活が正常に戻るという期待はあったが、オミクロン株が拡散していることから状況は最悪へと進んでいるとし、私も年末の集まりをほとんど取り消したと伝えた。続けてオミクロン株は、これまでのデルタ株より重症になる可能性は低いように見えるが、まだ正確に知らされたものはないとし、感染力がより強いため、今後我々はとてつもない感染者数の急増に直面する恐れがあると懸念した。またオミクロン株の感染力が非常に強いため、これまで見てきた中でも最悪の急増となるだろうとして、引き続きマスク着用、大きな集まりの自粛、予防接種とブースター接種を勧告した。しかしゲイツ氏は2022年に入り数ヶ月は悪化するかもしれないが、オミクロン株は素早く動くため、一つの国で優勢株になれば3ヶ月以内に収まる可能性があると説明した。また別のツイッターを通じて初期の数ヶ月は悪化するかもしれないが、我々が正しい措置を取れば、2022年には感染症が収束するものと信じているとし、永遠にこのようであることはないと付け加えた。